ネット上で他人の悪口やからかい行き過ぎた自己主張などが行われていると思いますこの負の感情の吐け口は今後どこで行われるようになりますか私はレコードされない瞬間瞬間の家庭内暴力に走る気がします先生はどうお考えでしょうかあつまりホワイト社会になって ネットで他人の悪口とかそういうのを言うううののが危険になってそういうの後で叩かれるから人間のそれでも負の衝動っていうのはなくなんない負の衝動っていうのは何かの悪口言いたいとか文句言いたいとか暴れたいみたいなもんだよねそれがネットで出せないとするとこれまでネットが刃け口になったから出なかったものがネットで出さないとすると家庭内暴力に行くんじゃないのかこういう考え方だね僕ねホワイト社会になってもネットで他人の悪口とか叩きする人ってなくならないと思ってるんですよ。 近い人とか、ある程度将来が見えてる人でも、ネットだったら別に大丈夫だとか、これやっても別に誰の迷惑にもならないだろうとかって思って、ついついやってたんだけども、以後だんだんやらなくなっていくだけでなくならないと思うんだよ。愚かだったり、目の前のことしか考えない人間は相変わらずやると思うよ。例えば、回転寿司で醤油差しをペロペロ舐める人とかいるよね。春日っていう芸人さんが、ペンギンのいるプールに落ちたの知ってる朝のワイドショーの番組で、オードリーの春日がペンギンのいる上で、 こうやってて、視界の人が「落ちるなよ落ちるなよ」っていうふうに言ったら「あ落ちるなよ」ということは原因用語で言えば「落ちろ」っていうことだということでペンギンのいる池に落ちてスタジオは大大爆笑だだだったんんけど、してんだね。なんでかっていうとスタッフの期待に応えて現場の期待に応えてペンギンの池に落ちるっていうのはみその時は身内しか見えてないつまり身内を何とか良くしようこの場を楽しくしよう番組を盛り上げよう多分春日にしてみたら別に落ちたくもなくて落ちたんだと思ってね。醤油差しペロペロロ 根本に同じ原理があるんだよ仲間とか身内しかか見えてないんだよだよら醤油刺しに舐めるなよ舐めるなよって言ったらなんか一番調子乗りでみんなを盛り上げようとしてるやつが醤油刺しとか舐めたら今こんなネットで映像とかさらされたらすごい炎上しちゃうんだけどあえて舐めちゃうよ俺って言ったら仲間内が盛り上がるっていうのでやっちゃうわけだよね多分そこら辺がメカニズムなんだよそれが晒されてまさかそんなことになるとは知りませんでしたっていうのはこれはもう見えてないからだよ見えてないから やるんだよ。人の悪口はネットに書くし、見えてないから醤油は舐めるし、見えてないからペンギンの池に落ちるんだよ。こういう人は亡くならないの。で、それは周りの自分の仲間たちとに対する忠誠心が実はどれぐらい強いのかにかなりかかってくる。リアルな社会つながりよりも、身内のとの忠誠心が高かったら、人間ってそういうようなことをやりがちなんだよね。だから、ネットで暴れてる人もどういうふうに見えてるだろうかっていう客観性っていうのが割とわかんなくなっ ってって自分と同じように何かあったら騒ぐ仲間とかそういうふうな人からどう見えるのかあえて本音を言う俺とか例えば小学生で生意気で <laughs> 子供が出てきた時にバンバン叩いてあえてこういう言葉で叩く俺っていう過激に酔いしれててそういうふうな人たちのグループやサークル内で自分もやることをやった義務を果たしたぐらいの気分でそれは他の人から見たらどういうふうに見えてるのかだんだん潮が引くようにホワイト社会に近づいてるっていうのがよく分かってない人って多分ね 未だに分かってな,いと思うんだよ、ね、なのでそういうふうなことはやんない方がいいあの言いたいことがある人も言いたいことは腹の中で言うだけにして <laughs> できれば思わないようにして <laughs> すいませんね常識的なことを言って。